島津俊久、島津4兄弟のニッチ担当、家と兄のために命を差し出す。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、島津4兄弟のニッチ担当島津俊久について紹介していこうと思います。薩摩鹿児島県の戦国大名島津氏には、義久、義弘、俊久、家久という優れた4兄弟がいたことで有名です。義久は当主として戦国時代の島津家を守りきりましたし、義弘と家久はその武勇で名高い名将でした。では俊久はちょっとニッチな存在の三男ですが、彼は今もなお地元の人々から慕われ続ける存在なんですよ。一風変わった島津四兄弟の三男坊の人生、見ていきましょう。四十の利害を察するの地形並びなし、倍祖父。天文6年、1537年、俊久は島津高久と正室の間に生まれました。義久と義弘は同福の兄にあたります。ちなみに家久だけは小福。このことを後に義久はちくりと言って、長兄義久にしっかりたしなめられています。父高久と祖父実心斎、本名は忠義は、島津家中高の祖と呼ばれた名君でした。その優秀な遺伝子を四兄弟は皆受け継いでいたんです。祖父の実心斎は実心公いろは歌を作り、武士の心構えを説きました。これは広く浸透し、後に薩摩藩士の子弟教育にも使われたほどなんです。この教えは四兄弟にもしっかりと伝えられたようですね。そして実心斎は四兄弟それぞれの人物表を残しています。義久は三州、薩摩、大隅、日向の総大将たるの在徳自ら備わり、義弘は勇武英略をもって他に傑出し、俊久は四十の利害を察するの地形並びなく、家久は軍法戦術に妙を得たり、ということで俊久は頭の回転がよく、先まで見通せる器量があると祖父に評されていたみたいです。兄を助けて薩摩統一に貢献。初陣は天文23年、1554年、二人の兄と一緒だったそうです。後に最強と称される島津兄弟たちですが、若い頃はそりゃ負け戦もありました。俊久もまた敵中に孤立してしまったことがありましたが、重傷を負いながらも突破し生還しています。まるで関ヶ原の戦いの時の義弘みたい。やはり兄弟か。しかし時には兄のピンチも救いました。島津に従わない豪族との戦において、二人の兄たちが窮地に陥った時、兵を率いてそれを救い出したのは俊久だったそうですよ。小福の弟家久、とてもできる子でした。に対しては身分について痛烈な皮肉を浴びせたりもしていましたが、目立った対立はなかったようです。まあこれは義久がとってもできた兄だったからこそうまくバランスをとっていたんでしょうが、こうして島津氏は破竹の快進撃で九州をほぼ手中に収めます。俊久はその中で祁答院氏の丘陵、現鹿児島県薩摩町を与えられ、そこでなかなか良い殿様ぶりを発揮したようですよ。家臣や領民からの評判はとても良かったようです。しかし九州平定も目前というところで、天下人ほぼとなった豊臣秀吉が乗り込んできたのでした。和睦した方がいいから一転、交戦すべしのわけ。天正14年、1586年、秀吉の九州征伐が始まると、島津家ではあんな農民上がりに何ができると侮りムードが漂います。悲願の九州制覇に水を差された形になっていましたから、余計に好戦的な状況になっていました。しかしここで俊久のみが異論を唱えます。
秀吉は農民でありながら身一つで立身出世した男、ただものではありますまい、と和睦を視野に入れるべきという意見を述べたんですよ。結局この意見は兄たちに却下されてしまいますが、ここだけ見たら相当冷静に状況を見ていた感じがしますよね。でやはり島津は豊臣軍に押され敗戦します。ほら言わんこっちゃないと言ってももう遅いので、島津家としては和睦しかあるまいということになりました。ところがここで年久がまたも反対の意見を言い出します。今度は和睦は時勢に合わないので今は降伏すべきでないと言うんですよ。はっきりとした理由は今となっては分かりませんが、急に姿勢を転じたということは年久なりに考えがあったのかなとも思います。戦の直前に和睦の方がいいと冷静に分析していたくらいですしね。単なる天の尺とかだったら嫌ですけど、ただ豊臣方との戦いで婿養子の忠親を19歳で死なせてしまっていたので、その恨みが多少なりとも影響していたのかもしれません。秀吉暗殺未遂、禍根を残す。結局島津は秀吉に降伏することとなりましたが、年久は最後まで抵抗を続けていました。よほど降伏が受け入れがたかったのか、年久はとんでもないことをやらかします。行軍中の秀吉のカゴに家臣に命じて矢を射かけさせたんですよ。しかしそこは抜かりない秀吉、このカゴは空にしていたので暗殺とはなりませんでした。それにしてもこんなことしたら普通は打ち首者ですよね。そうならなかったのが不思議なくらいで、まあ秀吉としてもせっかく島津を下して九州を制圧したのに再び禍根を残すのもと思ったんでしょうが、けれど秀吉がこういう危険人物をただで置いとくわけはないんですよね。その後も年久は秀吉に対して反抗的と言われても仕方ない態度を取り続けました。文禄元年1592年、朝鮮出兵文禄の役の際は病を理由に参陣しなかったんです。もう絶対秀吉の印象は最悪ですよね。ただ病は病だったようで、彼は中風を患っていたそうです。九州男児ですから例に漏れず酒豪だったということもありますが、実は下戸の兄義久に代わって宴会ではいつも杯を兄の分まで受けていたという話もあるんですよ。そのせいで余計に病が悪化したのかもしれませんよね。そう考えると兄思いという彼の性格が見えてきます。一気の黒幕に仕立て上げられる。さて文禄の役が起きた同じ年、島津家臣の梅北国兼が秀吉の支配に反発して一揆を起こします。梅北は朝鮮出兵でほとんどの武将が国を離れていたのにつけ込み、肥後熊本県の加藤清正が所有する城の一つを占領してしまいました。この一揆の鎮圧に島津家は兵を割かねばならず、結果島津勢の朝鮮参陣は日本一の知人というくらい遅くなってしまったんですよ。でも伊達政宗の小田原地産よりはマシだと思いますが、当然秀吉のご機嫌は悪くなります。そして梅北一揆に年久の家臣が参加していたことを知ると激怒し、年久こそ一揆の首謀者だと言わんばかりに彼の首を要求してきたんです。やっぱり一度は殺されかけていますし、朝鮮出兵にも来ないし、こいつやっぱり殺しておかないとと思ったんでしょう。そして討伐を命じられたのは長兄の義久でした。家のため兄のため腹を切る。自分に向けられた討伐隊に対峙すると、これ以上の抵抗は兄や島津家に迷惑をかけ混乱をもたらすだけと覚悟した年久はその場で自害を試みました。しかし中風のせいで手が震え、なかなかうまくいかずに苦しみます。追ってもまた島津の人間ですから首を取るのを躊躇したんですよ。そして靴
痛の中で利久は家臣に早く首を取れと命じ、その家臣は泣く泣く主の解釈をしたのでした。その場で27名の家臣が殉死し、討伐軍でさえ武器を投げ捨てて号泣したそうです。なんだかんだと利久は慕われていたんですよね。彼の遺体を調べると遺書が出てきたそうです。そこには、朝鮮出兵に行けなかったのは本当に病のせいで、秀吉に対してやましい心などはないが、謀反を疑われたからには島津家のために腹を切ろう。部下たちは抗戦するかもしれないが、それは兄上たちに対して弓引くというわけでは決してない、と書かれていました。自分の命を引き換えにでも島津の意地を秀吉に見せつけた男だったんです。そして島津家第一の気持ちは非常に強いものだったんですね。兄たちは弟を追悼して歌をいくつか読んでいます。その中でも義久の一句は泣けますよ。写し絵に写し起きても魂は帰らぬ道や夢の浮き橋。本当に悔やんでも悔やみきれない複雑な悲劇でした。安産の神様となった利久。ところで自害の際なかなかうまくいかずに苦しんだ利久はこんなことを言ったと伝わっています。おなごは皆こんな苦しい思いをして子を産むのだな。ならば自分は死後はおなごの苦しみを救ってやりたい。死に際に何を言ってるんだとかいうツッコミはなしにして、利久の優しい部分が垣間見える逸話ですよね。そして彼は安産の神として祀られることになったんですよ。また利久を慕う領民は数多く、彼が自陣した地に建てられた新学寺、現平松神社に詣でる新学寺参りは、寺兄義弘の妙円寺参りに劣らぬ人手だったといいます。利久が治めた旧祁答院領にはあちこちに彼を祀る神社があるんだそうですよ。後西郷隆盛と錦江湾に身を投じた僧月照は新学寺の方向に手を合わせて受水したそうですから、後世になっても利久が薩摩の人々に慕われていたことがわかりますよね。まとめ1、祖父からは頭の回転の良さを評価されていた。2、兄を助けて薩摩統一に貢献。3、九州征伐では一人反対の意見を述べた。4、秀吉暗殺未遂を起こす。5、一騎の黒幕とみなされ首を要求される。6、兄が差し向けた討伐隊の前で自害。7、安産の神となり今も当地の人々から慕われている。島津家のプライドをかけて秀吉に反抗し、島津家のために腹を切った利久。やり方は不器用でしたが、家のため兄のためという思いからこその行動の数々だったんでしょうね。人間的に魅力ある人物だったということは、領民家臣に慕われていたという事実が証明していると思います。ちなみにサブチャンネルにて島津家久についてまとめた動画もありますので、興味のある方は右上のおすすめから見られます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録お願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。